いやー、ね、寒いね。正月3日ですから今日は、はいはい、なんだもこっちはあのダウンタウンと芸衆で向こうはうっちゃんなんちゃんと B21 スペシャルですか、そう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 、この若手が一堂に会してですね、ドーンと盛り上げようじゃないかということで、俺は張り切っていかなあきまへんね、そうですよね、何やお前、何が張り切っていかなあかん、正月3日の番組やで、だからっていかなあかんないというの、そう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 、いやほんまな、じゃあ張り切っていかなあかん言ってんねん、いやいや張り切っていかなあかんのはね、よう分かってるんですよ、皆さんが今日は何のネタやろ、え何のネタやろ、いやいやないよそんな、何を、いやないって言いながらもちょこっと考えて、そうそうそう、そういうのあるやん、バー出てきてネタないネタないって言いながらそれがネタになってるっていうのあるやん、でもそのパターンじゃないねん、ほんまにないねん、こんなとこで言い切ってもしゃあないないか、そんなもんカメラ回ってんねやで、おい何のネタやろ、止めろほんなカメラなんか言ういいや、そしたらあらなあ、もう映画のほんならあれでしょ、あの誘拐のネタ誘拐のネタはもう今やってもドーンドーンドーン、行こう誘拐のネタ、どんなん、何をいやどんなんよ、どんなんよ、どんなんよやれへんがな、お前誘拐だから、誘拐された子供の親と誘拐犯の会話やないかい、電話のやり取りよ、で面白おかしくやっていく、あの誘拐のネタな、誘拐のネタやがな、あかんあれ、なんで撃った我ネタ誰に撃ったんの、いや後輩のやつがネタない言うから、で俺もジャケット欲しかったから、もうジャケットで撃ったんかい、うん、撃るな、よそでまだ業者やらなあかんのに、いやいや撃ってどうすんねん、 やってもええけど、ちょほんまちょっと分から思い出されへんからね、思い出されへんやないかな、お前嫌いほどやっとんのに、何何何だから最初言うて分かる、ほんなら思い出すわ、だから、うん、犯人がやな、うん、その誘拐した子供のとこへ電話してくるやろが、うんうん、こっちへ親が待ってるやろ、うんうん、俺親や、うん、お前犯人やがな、うん、ジリンジリン、うん、はいもしもし、うん、もしもし、うん、もしもしって言うてんのに何にも言えへんねん、あれもし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 言うたら、うん、犯人や、うん、違うから、うんほんなら俺がいたずら電話やないかい、ドドドでもそんなことありえへんやろ我が散々抜かしたんやないかい、ありえへんやない、それが漫才ぞあのな、うん、一生懸命やれよ、司会の西川さんが一生懸命やっとるやないかいお前、うん、漫才もやらなあかんし司会もやらなあかん、参議院議員でお前国のこともやらなあかん一生懸命やったんじゃないか西川さんがって、西川さんね漫才やりながら司会とかやりながら政治のこともやってんの、そうやがな、そんなことありえへんもん、やっとんねや、やっとんねや一生懸命、ちゃんとせえよ、だから、だから何のネタする言ってんねやないか、ありえへんもん、これどういうこっちゃ、蹴ったろかお前、蹴ってすんのやったら蹴れよテレビやからそういうわけいけへんがな、楽屋入って山ほど蹴ったるわだからうーんな、例えば、うん、今なんかグルメブームでんな、あーあーそういうのね、そういうの行こう、それは確かにグルメブームのネタやん、言うてもね、だろ、うん、はいはいはい、今なんかねあの、うん、そこの家庭に行って、うん、美味しいものを食べさせてくれるとか、そうそうそう、いろいろやってるわな、はい、あれ行きましょう、はいはい、皆さんこんにちは食いしん坊は癒しん坊の時間です、今日は群馬県にお住まい、あのね群馬県にお住まいの松本ひとしさんのお宅にお邪魔しております、どうも松本さん、今日はよろしくお願いします、松本ひとしです、いやもういやもう紹介しましたから、いや今日は私ね、はい、もうワクワクしてます、あそうですか、どんなものを食べさせてくれるのかなって、うん、さそれじゃあ早速ですけども、はい、おっとこのテーブルの上のこれは美味しそうですね、松本さんそれじゃあこれは何ですか、灰皿です、食べさせてちょうだいよ、お願いしますよ、はい、松本ひとしさんのお宅に、松本ひとしです、でも言いましたから、はい、今日はよろしくお願いしますね、おこれは美味しそうですね、はい、これ早速いいですかね、これはね、うん、豚の角煮、あこれはいいですね、あこれはもう
だいぶ煮込みましたねこれ、うん、そうですね、柔らかいですよ肉が。あのねこれはね、7年ほどね、あのうちでね、飼ってたね、豚なんですよ。花子って言いましてね。ああなるほどね。この花子がねよく私に懐いてたんです。あ、これ花子のリボンですか、食べれます、うん、花子が熱出してね、私徹夜で看病したこともあったんですけどね。というご覧の皆さん、うん、どうですかこれ、美味しそうでしょうね。花子って呼んだらね、花子はねプーって言うんです。可愛かったな、これ美味しそうですよ。さ、早速私いただきますんで。あ、花子、それは花子の足ですね、それね。あれでしっかりと大腸を踏みしめね。かわいかったなあんな花子。あ、ご覧くださいよくね。いやこれは美味しそうだ。あ、よしよ、向こう行ってるよしよ。花子、花子返せ、向こう行ってな、しょうがねえだろ、後でおもちゃ買ってやったら。花子、花子、花子はもう死んだんだよ、この人が今から食らうんだよ。花子、花子、向こう行ってろ。さあ存分にお食べください。こんにちは、どうも、テレビ撮りの時に来てくれるのも嬉しいですけど、ね、そうそうそう、またあの普段平日見に来てくださった平日、もういっぺん、あのいっぺんね、うん、あの漫才見に来い言うてるんちゃうん、そんなんなし、客の少なさはいっぺん見に来てるんちゃうん、そらもうなかなかあんなもんですから、で僕ら劇場で撮ってね、何があの辛いか言ってね、うん、あの劇場が怖いのはね、誰が見てるか分かれへんこれがあるんですよ。例えばどっかのテレビ局の偉いさんが見に来てる、たまにあるんです、あるんですね、うん、まあ今日なんかテレビ撮りですか、まあ、まあ見に来てはると思いますけど、当たり前ですけど、ね、一番怖いのが吉本興業の本社の偉いさんが見に来てる時は、たまに会長なんか見に来たりしまして、ね、吉本の会長見に来る怖いですよ。あらも会長がね杖持ってね、あの、うん、まあ見に来たら大概この辺見て立ってますね、端の辺いますよ、杖持ってね、うん、あの眉間にシワ寄せてね、絶対笑わないんです本当に、眉間がガーッシワ寄ってね、うん、ここがもうバーコードみたいになってますよ、うん、そんな録画予約したろうかなね、そうそう、それでもね一生懸命やるんです、うん、汗かいてね、筋肉あんことあるんでしょうね、うん、他の偉いさん呼びつけるやってる最中、あれ誰や、今舞台立ってんのあれ誰や、やれ、あの新人のダウンタウンというやつです、消せ、嘘をつけよ、なんぼなんでも消せとは言わんやろ、で漫才終わったら何個行こうかって誘われてね、車乗って後ろ見たらセメント袋が積んだ、何に使うねん、自分でこねて自分で入るんですけどまあ、令和ねひどかったですけど、そんなぐらい厳しいって好き勝手なこと言いますからね、あ、これは言えてますよ、ね、もうそれは何でもかんでも言いますから、もうほんまそうですね、うん、虫けらみたいな思ってますからね、この間もねあの偉いさんにおったんですよ、いつもお世話になってます、これからよろしくお願いします、お願いします、ちゃんと挨拶したんです、お前まだ舞台で何言ってるか分かりにくい、はっきりしゃべる、ね、いわゆる滑舌が悪いという、滑舌が分かります、うん、僕ねこう普段しゃべっとってもね、うん、上の歯は見えへんでしょここはね長いんだ、前に向かって一生懸命喋るんですがね、言葉がここに当たってまた戻ってくるんですよ、はぁーやなんて本当ですよ、綺麗にポーンと言葉が出ないの、それちゃんと説明したんです、うん、なあこのぐるり綺麗よ、ほんまこんなもんなくなったら歯茎丸出し余計気持ち悪いやん、まあそう言うたんですけどね、そうせな売れへんのかなぁ、まあね、親からもらった大事な体やしね、あ、そうですよ、3日ほど悩んだんです、ここなくなるんですから、ほなあの、そうですよ、母親が部屋入ってきます、ね、あんたさえよかったらということで、でもあんただけにそんな苦しめさせられへん、お母ちゃんも一緒に切る、で親父がその話俺も乗った、家族3人で唇切ってまえ唇なしファミリーって呼んでもらうどこで呼ぶか分かりませんけど、まあ、ね、どこかで呼んだら呼んでください、やっぱりなんであんだけクイズ番組が大変かいたら、あの、うん、何ですか、あの視聴者参加番組というやつ、ね、そうそう、出たい人が多いんですよ、そうそうそう、なんでか言ったらクイズ番組すごいでしょ、10問正解したら賞金100万、そうそうそう、クイズクイズだからね、こんだけおったらねクイズ出たいと思ってある人きっといっぱいおると思いますので、中にはね、今日は僕がクイズ出します、うん、で皆さんの代表として君が答えるということで、ね、もし当たったら、フィリピン、まあ、ええわ、うん、だからあの当たったらフィリピン旅行、いや旅行は無理やから、明日からフィリピン人になれるよ、いらんクイズ正解してなんでフィリピン人にならなあかんの、おもろいやんけ、え、考えてよちゃんと、そのまま中途半端にハワイ旅行とかアメリカ旅行とかやるよ、フィリピン旅行ってやるよも住民票持っていてフィリピン人になったらええ、いやや、そんなもん、いや、お前なれ何ちゃんとええように考えてよ、
そうですか。それでは後で考えたいと思います、はい、それでは行きましょう。第1問です、はい、太郎くんが花屋さんに花を買いに行きました、うん、さて何でしょう。カチカチは待てよ。花屋さんに花買いに来ましたわかるけど、さて何でしょうってどういうことやねん。花屋さんに花買いに来ました、さて何でしょうって誰にわかんない。問題がわかりにくい。わかり漠然としすぎやないかお前の問題。わかりにくい場合は10946円と考えれば目安になる。何の目安やねん。どこのクイズ番組やこれ。はい、それではもっとわかりやすくしましょう。ちゃんと考えて。花子さんがお風呂屋さんに行きました、はい、というのも、うん、花子さんはお風呂が大好き、うん、さてどうでしょう。お風呂が大好きいらんやないかい。そんなもんお前、お風呂行ってどの子の言うたらええねやないかお前。どうでしょうとか何でしょうだって分かれへんやろお前。さてどうでしょう。ジャンピングクイズ。あなたはラッキーです。ジャンピングクイズの時間が休み。一つの番組にいろんなもん入ってんねんな、はい、ジャンピングクイズ、これを言ってみたいと思います。これに答えられた暁にはですね、2倍になります。え2倍になります。何が。私が2倍になります。あんた2倍になんの、はい、見たいから絶対当てよう、はい、そうですね。このジャンピングクイズはですね、はい、いろいろクイズを選べます。あ、そうですか。はい、芸能クイズ、社会、歴史、地理、どれにいたしましょう。芸能、社会、はい、歴史、地理。地理なんていいと思いますけどね。お前が決めんなよそんなもん。歴史、ほな歴史。歴史の、あ、歴史の問題選びますね。はい、織田信長はどうでしょう、うん、思ったことも見たこともないわ。どうでしょうってどういうことやねんな。わけわかれへんやろ。どうでしょう、なんでしょう、んかん。ラストチャンスクイズ。ラストチャンスクイズ、先ほど私2倍になると言いましたが、さらに倍率ドン4倍になる。おいおいおい、これだけやってくれる、はい、最後の問題に頑張ってください、はい、もしこれが答えられればあなたは明日からフィリピン人。いらん言うてるやん。リンゴが300個ありました、はいはい、すごいでしょ。カッチカッチカッチカッ、すごいすごい、ピンポンピンポンピンポン、フィリピン人。どうもこんにちは。いや本当にですね、もうあれです、もう番組終わりでしょ。そうですよ、よろしいですな、ね、あの花子に合わせたからマイクが短いじゃないですか。まあまあでもね、うん、最近何ですか、やっぱりお笑い番組はもう一つですよね。やってないからね。やってないですからね、うん、もうやっぱりクイズ番組が一番やっぱ勢いあるでしょ。クイズがね、クイズ番組何見ても人気ありますよね。そう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 。今日テレで言うたらあれ何やったかね、なんかいつみさんのやってんのがあるんですよ。あ、やってるね、やっぱクイズ番組が一番やね。そうかね。そうそう、だから俺もねクイズ番組考えてるのがあるんですよ。うん、そう、それをやったら絶対視聴率上がるやろ。最近のあんまりもう同じようなのばっかりやから、マンネリして。ワンパターンやから、あ、のあるんですよ。どんなどんな、クイズドレミファドンっていうのあるでしょ、うん、あれと普通のクイズを足すん、うん、例えば富士山の高さは何メートルでしょうという問題があったの、うん、富士、うん、それで問題を考えて答えを。わかるかい。問題すら分からへんからな。結構盛り上がるんちゃう。盛り上がるかいな。そうですか。誰も勝ち進んでいかれへんからな。今日はクイズやります、私、うん、あなたに問題出します。はい、はい、いや問題出してやれへんから、うん、普通クイズ番組見てもそうやから、なんかつかな、旅行とか賞金とか、うんうんうん、普通お前何百万とかハワイ旅行とか言うんやで、うんうんうん、なんかやってくれな、こっちやってられへんから。もしお前が問題答えられたら、うん、ガララのメイクの仕方を教えて。いらんわ。一生懸命考えて答えを出て、なんでそんなもん教えてもらわなあかんねん。なんでやねんな、なんでやねん、あれへんがな、そんなもん見返りになれへんがな。フィリピン当たったらフィリピン旅行かい。旅行は無理やから、明日からフィリピン人になれる。いらんわ。正解したからフィリピン人になってどうすんのよ。何、住民を移したらええやないか。なんでそこまでせなあかん。おしゃれやないか、相方フィリピン人。アホ、
これからもええ武器になるんちゃうかなと思って自分やれそれやったら嫌やから行くで、バッチリ考えててや。行きます、第1問、太郎くんが花屋さんに花を買いに行きました。さて何でしょう。ガッチ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 、何が言うやん。花屋さんに花買いに来ました、さて何でしょう言われたって何やねんそれ。ふねさんに花買いに来ました、さて何でしょう。何でしょう言われたってお前ほんと聞いてみよう他の人に。ふねさんに花買いに来ました、さて何でしょう。エキゾチック食いや。パパパパパパン。さあエキゾチッククイズ。エキゾチッククイズっていうのは何やねん。クイズの名前にエキゾチッククイズって簡単に言うと第2問です。まあ第2問でええやないかい。まあええやな、そのエキゾチッククイズの言えやん。よしおくんがお風呂屋さんに行きました。さて何がでしょう。タッチタッチタッチ。よしおくんがお風呂屋さんに。何と。タッチタッチ。ああ。よしおくんがお風呂屋さんに行きました、何がでしょうって何や。よしおくんとちゃうのか。よしおくんがお風呂屋さんに行きました、何がでしょう。これ新しいパターンやな。よしおくんがお風呂屋さんに行って何がでしょうってどんな問題やねんお前。問題が分かりにくい。誰が聞いたって答えられんやないか。んなもん分かりにくい場合は1ルピー3円と考えれば目安になる。何の目安やん。ん、何の目安やん。わかりました、問題わかりやすくしましょう。怒んなお前、こっちが怒りたいわ。もうこんなことは初めてですよ。なんでや。もうね、切れそうです。でもね、やります。ちゃんとせえよお前、わかれへんねんお前の問題は。よしおくんがお風呂屋さんに行きました。これ聞いたわ。えというのも、よしおくんはお風呂が大好きです。うん、最近シャンプーリンスみたいなものがありますが、はいはいはい、よしくんはそういうのは嫌いです。うん、シャンプーとリンス別々なのをよしのくんは好みます。よしおくんはね。さて、何がでしょう。一緒やないかい。シャンプーリンスは関係ないやないか、その話に。わかりやすくせえ。エグゼクティブクイズ。ババン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 。何、エグゼクティブクイズ。はい、何やねん。ん、何や。エグゼクティブクイズはですね、もういいです。選べます、問題が。あ、私が。芸能、歴史、社会、地理。うん、あなたが選べます。そう、いいですね。選んでください。うん、芸能、歴史、ちょ、社会、地理。はい、社会って、うん、歴史。歴史、うん、ピンポン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 、チャンスカード。ありがとうございます。チャンスカードです。はい、これに答えられたら、はい、2倍になります。何が。私が。あんた2倍になるの。大きいですよ。見たいから絶対当てよう。頑張ってください。はい、歴史クイズですね。そうです。上がりました。織田信長は、もうどうしてるんでしょう。ガッチッガッチッガッチッ。あー、なんや。わしは知らん。どうしてんのか。え、問題変えろ。え、問題変えろ。な、え。お前わかんのか、ほんだ、織田信長はどうしてんねや。ん、織田信長はどうしてんねや。スタンディングクイズ。バン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 。立っとる、立っとる。立っとるよ、俺は。適当に言うだけど。立っとるよ。スタンディングクイズ。もう分かりました、浜田さん。なんや。もう今までのクイズはもう完全にもうやめます。最初からそう言って。選ぶクイズにしましょう。
何やそれ選ぶクイズ、三択というのがありましたね、はあ、そういうパターンでいきましょう。ああいいですね。これは簡単です、はい、三択では面白くないので、うん、二十択クイズです余計難しいやないかい。違います、ベイビー違いますいいですか浜田さん何もいやクイズの司会者やろ。いいですか、はあ、非常に問題は簡単です。ああ問題を教えしましょう。問題はですね、今の日本の総理大臣は誰でしょうというのが問題です。そんな問題ですか。とっても簡単です。はい、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 ちょっと待ってください、一応スタッフが20個考えてるんですから。ああそれを聞いて、あ、これだと思った時にボタンを押してそれを言ってください。あ、すいません。それはもうそのまま答えです。はい、もう分かってますから。分かってるんだから簡単じゃないですか、ね、焦ることはないです。ああ一応答えが出るまで聞きましょう。はいはい、そうですね。いいですね、はい、それではいきます、はい、田中、違うな、原田、萩野、うん、草壁、うん、チェリー絶対違う違いますね太田、いや違うな、違うな、次郎それは下の名前だありえないありえない海部、ピンポーン、あらした浜田さん、答えをどうぞ。開封、浜田さん番号で言ってくれ。最初から言え最初から言え、開封でもお手にやないかい、番号で言わんかっても。開封やないかい、開封やろ。サイチェーンクイズ、聞けや。何やそのサイチェーンクイズって中国かこれ最後の問題ということです。最後の問題でサイチェーンクイズってお前また会おう、債権をね債権クイズ、もう浜田さんひどすぎますもうね、もうダメです、すいません本当に、はい、いい加減にしてください。すいません、ラストのクイズですから、はい、もうこれはとっても簡単です。これでもう今までの掛け率全部ドンといってます。掛け率って一番も出ないもん。いいですね、はい、頑張ってください、はい、これは本当に簡単です。そうですか、それでは問題いきます。はい、今日6月16日東京地方の天気は、チッカ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 、あー切れそうだ浜田さんほらあんた言ういな、つねりたいどうぞあんた言ういな、んあんな正解言うてくれや。わかりません、すいません。正解、いや、すごく、もうテレビ見てる人こいつバカじゃないかと思っていますよ。いいです、特別今日は時間を与えます、外に見に行っていいです結構です、わかりません、はっきり言います、わかりません。あなたは答え言ってください。正解は、はい、雨です。正解は晴れです。正解は曇りです。あとは編集に任しましょう漫才しよう。ええよ漫才しようか。お題もうて即席漫才。あ、即席でやるか。僕の新婚旅行、はいはい、はい、どうもこんにちは。どうも、ゆうまです。ゆうま名前一応いいね。語呂合わせみたいな名前しとこうか。はいはいはい。どうもどうも、ケンジです。ちょっと待てよ。ユーマ言うから語呂合わせみたいに紹介みたいな。こんなまたケンジになるのかな。やっぱあれやね。何が？結婚シーズンっていうのはあるね。ああ、もう新婚旅行なんかどこ行こうか。まあまあいろいろとこ、いろんなとこありますからね。いろんなとこあるね。まあまあ、まあ、オーソドックスなところでは、うん、ハワイね。ハワイよろしいな。だからまあ暑いとこ行こうか言うて、たらハワイね。ハワイ、うん、だからちょっと遠でしょうか言うて、うん、ハワイ。ハワイばっかりやないか。まあまあそんなぐらいいろいろあるんですけど、うん、ね、うん。まあやっぱりあれですよね。うん、なんちゅうだってこの初夜を迎えるっちゅうのよね。初夜。これ大変やで。大変やね。ドキドキするから。ドキドキするから。花子さん、はい、一流のホテルを取ったからね。いや嬉しいわ、ありがとう。ここがそのスイートルームだよ。キャー
開けるよ。ギー。なんでやん。一流のホテルや。一流のホテル。ギーは言えへん。スイートルームだからね。ちっちゃすぎる。スイートルームやねんから。スイートルーム。ガチャン。ガチャン。重々しい感じだ。重々しい感じ。ガチャンガチャン。なんで横やん。段階上げるな上げるな。ガあ、わあ。ここだよ花子さん。すごいわ。とうとうこの時が来たよ。ごめんなさい。明かり消してもらえる？明かり？消すよ。やめんか。スイートや。なんでろうそくや。明かりを消すから。明かり消してちょうだい。キュッキュッキュッ。ダメ。緩めるな緩めるな。ボタンでボタンで。寝て待っててくれたまえ。はい。僕は服を脱ぐからね。サバー。キャー。見てごらん花子さん。恥ずかしくて見るの。何を言っているんだい花子さんこそ。バーッ、やめて。進歩だろ。花子さん君は進歩だろ。女じゃなかったのかい。笑顔にしなさい。どうもありがとうございました。山崎に30分つながそうか。その間漫才のネタ合わせすんねん。早いよ。はい、うん、ごめん。それでは、はい、ベタやで。ダウンタウン改めピーチ兄弟のお二人、ドクターと私です。どうぞ。全然違う。いやどうもどうも。いやほんまね、うん、まあせやけど、まあ、今でこそこうやって漫才やってますけどもね、漫才いうのはなかなかが儲かるもんやないね。そりゃそうやね、儲かる商売たくさんありますからね。そうそう、こんなもん一回やったところでたかだか4000万ぐらいですか。ああ、それはもらいすぎやないか。そうですよね、もう本当に。でもやっぱりね、一番かっこいいのはやっぱり医者、うん、医者。でもね、医者もね、これなかなか手術なんかはもう壮絶やからね。まあそんな見るの嫌やしね。はいはい、緊張するやろね。たたたた、先生先生、急患です、急患です。メスメス、はい、メス、メスばっかりやないか。分かってる。メス、キス、お、お寄せて、メス。ほら、踊ってくれか。今から切るから。お願いします。分かってるからちゃんと見たれよ。いやいや言わんよ。分かってるから。どういう状態で運ばれてきたの？交通事故らしいですよ。交通事故、はい、なるほど。これかかるね。え、かかります。かかるやお前。よう見てみや、お前バンパーへこんどるから。車やねんか。こいつをちゃんと見たら。汗、ピンセット、ピンセット、菊の花、死んどるやないか。もうええわ。どうもありがとうございました。またもう2本目のネタを考えていこうか。山崎さん。じゃあ紹介から。華麗なデカ、華麗なデカ、わかりました。ただな、ただな、今度な、うん、不安やで。華麗なデカです、どうぞ。どうもこんにちは。いやどうもね。もう漫才もやりたないね。漫才嫌か。さあもうあんまかっこいいことないもん。いろんな職業たくさんあるからね。そらね、かっこいいのやっぱりね、刑事なんかかっこいいね。刑事さっきの前から刑事ドラマやからかっこいいんやね。あそう、うん、お前の刑事なんか大変ちゃうかな。あそう、うん。ああ、ここは殺人現場か。デカ長、デカ長。どうもデカ山長介、略してデカ長。よろしく、よろしくお願いします。会社はどこだ。あ、ここです。ああ、よし。
メス。なんでやねん。終わっとんぞ。終わっとる。これはひどいな。そうですね。腹を内部で一突きじゃないか。これはもうプロの仕業ですよ。これは私の見たところ他殺だな。そうですか。しかしこんな湖のほとりでなんと嫌な事件なんだ。本当にそうですね。恐ろしい密室殺人だ。外やろ。湖は言うてない。分かってる。これがナイフだな。そうです。ズボッ。はエロいんだな。血やないか。ついとるやないか。分かってる。ちょっと大変だな。はい。何がこの状況がですか。分かってる。うるさい。わだわだ言うな、チンジャーロース。はい。すいません。私はこの道の大ベテラン。そうですね。お前はそこそこだ。このミラクオーレ。はい。何が何だか分かんないな。ミラクオーレ。ミラクオーレ。はい。ミラクオーレ。はい。しっかりしろ。はい。いや、デカ長です。何を言ってるんだお前は。あ？デカ長、しっかりしてください。しっかりしている私は大丈夫だ。はい。うん。なんだ。あ、このやり口。はっ。多分これはあいつのやり口だな。え、あいつっていうと。ちょうどあれは5年ぐらい前だった、はい、同じような殺しで何件もの連続殺人があった。そうなんですか。そして我々はそいつをとうとう追い込むことに成功し、はい、やつは自分で命を絶った。死んどんねえねん。そいつちゃうやん。そうだ、それとよく似ていると。あ、クリソツだと私は言っている。あ、なるほど、そういうことですか。これは何だ。あ、これは遺書じゃないですか。遺書。はい。ん、私はもうこんな世の中に何も思い残すことはありません、うん、一人で旅立ちます、うん、あ、うん、分かったぞ。は、犯人はお前だな。いや、自殺したって言うやん。どうも。いやー、だけどあれですね、野球選手なんか憧れますよね。あー、でもね、あれは難しいんですよ、うん、高校野球とかね、あのそうでしょ、うん、野球部入ったってね、最初は二軍というか補欠からですよ、うん、それね、プロでも一軍に上がるのなかなかね、上がられへん、うん、途中で辞めていく選手が多いんです。監督、俺野球辞めます。よし、辞めろ。待てよ、待て、おい。辞めますって辞めろよな、おれへんや、うん、待て、うん、何言ってんだ、うん、言わない止めなあかん。止めなあかん。止めなあかん。うちの親父のパジャマで。誰が家止めろ。止めなあかん。待てよ、うん、なんで俺がお前家止まって親父のパジャマ着なあかん。俺野球やめます。待て。もっとこのガッ。あ、そんな、ふわっとやってる。あ、なるほどな。もっとガッと。あ、俺野球やめます。待て。あ、ガッ。やるな。説得せえよ。あ、説得、説得な。説得せなあかんや。浜田、はい、何言ってるんだ。はい、あれを見ろ。あれは何だ。あれは、俺が野球を始めて2年間雨の日も風の日も共に頑張ってきた俺の大切なグローブです、うん。出したら下峠。いや、関係ねえ。止めろ人ね。出し入れ関係ないやないか。青春ドラマの青春ドラマみたいによ、なんか浜辺連れてって止めたりするやろ。あ、何を言ってるんだ、はい、辛いことは苦しいこと誰だってある、はい、そんなことでどうするんだ、はい、そんなことよりもあの太陽を見るんだ。そう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 、んそんな感じで止めてくれ。あの太陽を見るんだ、はい、もっとよく見るんだ、はい、お前絶対目悪なるな。もうええよ。いやー、寒いね。正月3日ですから今日は、はいはい、なんだもこっちはあのダウンタウンと芸衆で、向こうはうっちゃんなんちゃんと B21 スペシャルですか。そう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 、この若手が一堂に会してですね、ドーンと盛り上げようじゃないかということで、俺は張り切っていかなあきまへんね。そうですよね、うん、何やお前。何が張り切っていかなあかん。正月3日の番組やで、ドーンと行かなあかんないというの、はい、そう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 、いやほんまな。じゃあ張り切っていかなあかん言ってんねん。いやいや、張り切っていかなあかんのはね、よう分かってるんだから。今日は何のネタやろ。え、何のネタやろ。いやいや、ないよそんな。何を。いや、ないって言いながらも
ちょこっと考えて、そういうのあるやん、バー出てきてネタないネタないって言いながらそれがネタになってるっていうのあるやん。でもそのパターンじゃないねん、ほんまにないねん。こんなとこで生きてもしゃあないないか、そんなもん。カメラ回ってんねやで、おい、何のネタやろ。止めろ、ほんなカメラ。なんか言ういいや、そしたら。あらなあ、もういいから、ほんならあれでしょ、あの誘拐のネタ。誘拐のネタはもう今やってもドーンドーンドーン。行こう、誘拐のネタ。どんなん。何を。いや、どんなんや。どんなんや。どんなんやれへんがな、お前。誘拐、さか誘拐された子供の親と誘拐犯の会話やないか、電話のやり取りを。で、面白おかしくやっていく。あの誘拐のネタな。誘拐のネタやがな。あ、あかん、あれ。なんで撃った。我ネタ誰に撃ったんの。いや、後輩のやつがネタない言うから、で、俺もジャケット欲しかったから。もうジャケットで撃ったんかい。売るな、よそでまだ業者やらなあかんのに。いやいや、売ってどうすんねん。 やってもええけど、ちょほんまちょっと分から思い出されへんからね。思い出されへんやないかな、お前。嫌いほどやっとんのに。何何何、だから最初言うて分かる、ほんなら思い出すわ。だから、うん、犯人がやな、うん、その誘拐した子供のとこへ電話してくるやろが、うんうん、だこっちへ親が待ってるやろ、うんうん、俺親や、うん、お前犯人やがな、うん、ジリンジリン、うん、はい、もしもし、うん、もしもし、うん、もしもしって言うてんのに何にも言えへんねん。あれ、もしもし、もしもし言うたら犯人や、うん、違うから、うん、ほんな俺がいたずら電話やないかい。ドドドでもそんなことありえへんやろ。我が散々抜かしたんやないかい。ありえへんやない、それが漫才ぞ。あのな、一生懸命やれよ。司会の西川さんが一生懸命やっとるやないかよ、お前、うん、漫才もやらなあかんし、司会もやらなあかん。そう参議院議員でお前、国のこともやらなあかん。一生懸命やっとるやないか、西川さんがって。西川さんね、漫才やりながら司会とかやりながら政治のこともやってんの。そうやがな。そんなことありえへんもん。やっとんねや。やっとんねや、一生懸命、うん、ちゃんとせえよ。だから、だから何のネタする言ってんねやないか。ありえへんもん。どういうこっちゃ、蹴ったのかお前。蹴ってすんのやったら蹴れよ。テレビやからそういうわけいけへんがな。楽屋入って山ほど蹴ったるわ。だから、うーん、な、例えば、うん、今なんかグルメブームでんな。ああ、そういうのね。そういうの行こう。それは確かにグルメブームのネタやん。言うてもね。だろ、うん、はいはいはい、今なんかね、あの、うん、そこの家庭に行って、うん、美味しいものを食べさせてくれるとか、そうそうそう、いろいろやってるわな、はい、あれ行きましょう、はいはいはい、皆さんこんにちは。食いしん坊は癒しん坊の時間です。さあ今日は群馬県にお住まい、あのね、群馬県にお住まいの松本人志さんのお宅にお邪魔しております。どうも松本さん、今日はよろしくお願いします。松本人志です。いや、もう、いや、もう紹介しましたから。いや、今日は私ね、はい、もうワクワクしてます。あ、そうですか。どんなものを食べさせてくれるのかなって、うん、さあそれじゃあ早速ですけども、はい、おっと、このテーブルの上のこれは美味しそうですね。松本さん、それじゃあこれは何ですか。あ、灰皿です。食べさせてちょうだいよ。お願いしますよ、はい、松本人志さんのお宅に。松本人志です。でも言いましたから、はい、今日はよろしくお願いしますね。お、これは美味しそうですね、はい、これ早速いいですかね。これはね、うん、豚の角煮。あ、これはいいですね。あー、これはもうだいぶ煮込みましたね、これ、うん、そうですね、もう柔らかいですよ、肉が。え、あのね、これはね、7年ほどね、うちでね、飼ってたね、豚なんですよ。花子って言いましてね。ああ、なるほどね。この花子がね、よく私に懐いてたんです。あ、これ花子のリボンですか、食べれます、うん、花子が熱出してね、私徹夜で看病したこともあったんですけどね。テレビの皆さん、うん、どうですかこれ、うん、美味しそうでしょうね。花子って呼んだらね、花子はね、プーって言うの。可愛かったな、うん、これ美味しそうですよ。さ、早速私いただきますんで。あ、花子、それは花子の足ですね、それね。
あれでしっかりと大地を踏みしめね。なんですね。可愛かったなあんな。ああ、ご覧くださいよくね。いやーこれは美味しそうだ。あい、よしよ。向こう行ってるよしよ。花子、花子返せ。向こう行ってな。しょうがねえだろ。後でおもちゃ買ってやったら。花子、花子、花子はもう死んだんだ。この人が今から食らうんだ。花子、花子向こう行ってろ。さあ存分にお食べください。まあいろんな思い出のあるもんでございます、はい、さあそれでは次の笑い参りましょう。はい、ダウンタウン&ハイヒールです。はい、どうぞ。もうすいませんね、有名な方ポン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 した後で ね急にこんなブラックゾーンみたいにハマってしまいましてね。もうね、いやほんまにね、我慢してくださいね。ダウンタウンと言いましてね、はい、今年こそ頑張らなあかんないと、ね、そうそうそう、言うてる新人なんですけど ね、まあ、ね今日ちょっと調べてみたいと思います、はい、僕らのことちょっとでもね、はい、ダウンタウン見たことか聞いたことあるでという人 ね、 という人ね、パチパチっと拍手をね、はい、お願いしたい。ああそうですか。ほなお前らなんか見たことも聞いたこともないわいう人は決意してもらいます。いらんわそれは。お前何のメリットがあるのケツ見せてもって汚いの。早がりせよお前。今年こそほんま頑張らなあかんなって言うてるんですけどね、はい、僕らほんまもう3年ぐらいのもんなんです、はい、何年か前ありました ね漫才ブーム、ご存知でしょ。僕ら憧れました ねすごかったでしょ。すごかった。花々しいてね、うん、うわ漫才しゅうのもええなかっこええもんやな。そうそうそう、憧れてこの世界入ってきまして ね今えらい目をてるんですよ。もう今悲惨ですよ、はっきり言ってね。もうやめたいなってね。そう、もう若いもんすぐケツ割るでしょ。もうね、やめたいやめたいなするんですけどね。そうそう、なかなかやめさせてもらえない。なかなかやめれないというのはこの吉本興業、うん、一応お笑いということになってます。そうそうそう、裏回ったら怖いですからね。そうかね、やめれない。いやほんまにね、まあ、何してるか分かりませんよ。昔いたあったでしょ、谷しげるさんとかね、バンダイゴさん、新喜劇の方にね、急に消えていきましてね。まあまあね、なんか暗黙のうちに、わけのわからんうちに消えていったでしょ。まあまあ、あの人ら一体どうなってんのかなって思ってる人、ようさんいてると思う。まあまあね、あの人らね、本社におるんですけどね。あ、そう、本社の方にね、うん、アルコールの瓶でつけられてるんですよ。待てよお前、ふかふか浮いて綺麗ですけど。お前水族館か、アホ。いやいやほんまね、そういう風になれんように頑張らなあかん。アホお前。ですよね、はいはい、あれですね、もう正月なんか初詣とかね。そうそうそう、あんないいですね。まあいいですけど ね、まあ、初詣行ったらやっぱりね、もういましたね、やっぱりヤンキーが。あ、そうねえ、ステーションヤンキーの兄ちゃんいて、もうパーマがなんかこうブワーッと当ててね、タバコ加えてなりの悪い格好して、もう5、6人でバーッと団体で道歩いてる兄ちゃん、もう見たことないですか、道歩いとったら。もういかにも悪そうなね。暇やの。そんなやつ絶対おれへんわ。そんなんで道歩いとってみ、家帰ってから疲れてしゃあない。悪そうや、悪そうやけどさ、体が悪い。違うわ、ほう。なに。お勝手なこと言うな、ほう、お前。ねえ、もう歩き方、いた今みたいにこの足歩いてね、座ってんの見たことありますか。これはまた立ち悪い。ねえ、タバコくわえて道の足座ってんのよう見ませんか。そんな操り人形みたいなとこに。アホお前ね、座っとった間に見てちょこまかちょこまか動いてね、で歩いてんのがまだ立ち悪いでしょ。なんかペッペペペ唾吐いてんのよう見ませんか。これはお前ですよね、ああいう兄ちゃんこう道歩きながらよう唾吐くでしょ。なんでああいうことをするか。あいつらは用心深いね。道歩いとっていつ道に迷うかわからん。もし道に迷うかわからん。怒ってるかい、そんなもん。適当なこと言うな。ほんまね、まあ、ああいう時期の誰でもありますよ ね、まあ、まあね、中学生か高校生ぐらいの時に。そうそう、どうせもあんな知りたいな、まあ、悪に憧れるんです。いつまででもやってへんよ。そうそう、やっぱり自分の先のこと考えるから、まあ、将来考えてね。やっぱちっちゃい時から大きな時の夢とか誰でも持ってる。そうそう、あるある。なんですか、うん、お医者さんに憧れたり。そうそうそう、学校の先生とか ね、もういろいろやっぱ憧れありますよ、はいはいはい、俺なんかやっぱお医者さんね。あ、これやっぱ憧れました、ね、もう病院の先生なんかいいですよ、お金儲かるしね。そやけど自分の子供が病気かなんかになった時ね、親は辛いでしょうね、先生に会うの。先生、うちの息子どうなんですか。うちのマサは大丈夫なんですか先生。どうせ言うの。すがってるんじゃない。
あ、まあお父さんいいでしょう。マサー君のお父さん、はい、とりあえずですね、この間マサー君に来ていただいて、はい、レントゲン写真を撮りました。そうでした。あれの焼き回しが届いてるんです。見てください、これです、はい、これが、気象衛星ひまわりから見たマサー君。遠いどっからあんた。ちっちゃくて何のことかわからないです。すいません、お父さん、はい、このまま放っときますとお宅の息子さんマサー君、はい、恐ろしいことになります。え、ちょっと死ぬかもわかりません。ちょっとって先生。そこでお父さんにお聞きしたいことがあります、はい、マサー君の命に関わることです、はい、曖昧な返事は絶対にやめてください。わかりました。ゴレンジャーの中で何レンジャーが好きですか。関係あれんやないか。そう言って死んでいた人がいましたよ。真剣にお願いします。わかりました、はい、マサー君、はい、病名です、はい、実はです、ガンなんです。え、ガンなんです。ガンですか。もうすぐ羽が生えて飛んでいくでしょう。しっかり押さえておいてください。やかましいわアホ。真剣にやれバカ。お父さんいいですか、こうなっては仕方がありません、はい、マサー君にガンだということが絶対にバレないようにするんです。それしかないんですか。もうそれしかありません。あ、マサー、ちょっと向こう行ってなさい。先生と大事な話をして。でも先生行ってください。マサー君、話を聞いてあげない。向こう行きなさい。行ってなさい。行きなさい、行きなさい、行きなさい。ガンのくせに。あなたは死ぬんだ。うろうろしてたらよけたんが死ぬんだ。お父さん、マサー君には絶対バレない。もうええよ。ねえ、もう歩き方いだ、今みたいにこの足歩いてね、座ってんの見たことありますか。これはまた立ち悪いね。えタバコくわえて道の足座ってんのよう見ませんか。あ、そんな操り人形みたいなとこ。あお前ね、座っとった間に見てちょこまかちょこまか動いてね、で歩いてんのがまだ立ち悪いでしょ。なんかペッ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 ツバ吐いてんのよう見ませんか。あ、これはお前ですよね。ああいう兄ちゃんこう道歩きながらようツバ吐くでしょ。なんでああいうことをするか。あいつらは用心深いね。道歩いとっていつ道に迷うかわからん。もし道に迷うかわからん。よこってるかい、そんなもん。適当なこと言うな。ほんまね、まあ、ああいう時期の誰でもありますよ ね、まあ、まあね、中学生が高校生ぐらいの時に、そうそう、どうせもあんな知りたいな、まあ、悪に憧れんです。あのいつまでもやってへんよ。そうそう、やっぱりあの自分の先のこと考えるから、まあ、将来考えてね。やっぱちっちゃい時からあの大きな時の夢とか誰でも持ってる。そうそう、あるある。あの何ですか、うん、お医者さんに憧れたり、そうそうそう、あの学校の先生とか ね、もういろいろやっぱ憧れありますよ、はいはいはい、俺なんかあのやっぱお医者さんね、あ、これやっぱ憧れました、ね、もう病院の先生なんかいいですよ、お金儲かるしね。さあけど自分の子供が病気かなんかになった時ね、親は辛いでしょうね、先生に会うの。先生、うちの息子どうなんですか。うちのマサは大丈夫なんですか先生。どうせ言うねん。すがってるんじゃないですか。何年か前ありました ね、あの漫才ブーム、ご存知でしょ。僕ら憧れました ね、すごかったでしょ。すごかった、花々しいてね、うん、うわ漫才集のもいいな、かっこええもんやな。そうそうそう、憧れてこの世界入ってきまして ね、今えらい目をてるんですよ。もう今悲惨ですよ、はっきり言ってね。もうやめたいなってね。そう、もう若いもすぐケツ悪いでしょ。もうやめたい、やめたいなってするんですけどね。そうそう、なかなかやめさせてもらえない。なかなかやめれないというのはこの吉本興業、うん、一応あのお笑いということになってます。そうそうそう、裏回ったら怖いですからね。そうかね、やめれない。いやほんまにね、まあ、何してるか分かりませんよ。あの昔いたかったでしょ、谷繁さんとかね、あの伴大吾さん、あの新喜劇の方にね、急に消えていきましたね。まあまあね、なんか暗黙のうちに、わけのわからんうちに消えていったでしょ。まあまあ、あの人ら一体どうなってんのかなって、うん、思ってる人ようさんいてると思う。まあまあね、あの人らね、あの本社におるんですけどね。あ、そう、本社の方にね、うん、あのアルコールの瓶でつけられてるんです。待てよお前、ふかふか浮いて綺麗ですけど。お前水族館か、アホ。え、いやいやほんまね、そういう風になれんように頑張らなあかん。アホお前。ですよね、はいはい、あのあれですね、うん、もう正月なんかあの初詣とかね、そうそうそう、あんないいですね。まあいいですけど ね、まあ、初詣行ったらやっぱりね、もういましたね、やっぱりヤンキーが。あ、そうね、えステーションヤンキーの兄ちゃんいて、もうパーマがなんかこうブワーッと当ててね、タバコくわえて何の悪い格好して、もう5、6人でバーッと団体で道歩いてる兄ちゃん、もう見たことないですか。道歩いとったらもういかにも悪そうなね。暇やの。そんなやつ絶対おれへんわ。そんなんで道歩いとってみ、家帰ってから疲れてしゃあない。悪そうや、悪そうやけどさ、体が悪いんじゃん。違うわ。何。
まあいろんな思い出のあるもんでございます、はい、さあそれでは次の笑い参りましょう。はい、ダウンタウン&ハイヒールです。はい、どうぞ。もうすいませんね、有名だからポン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 した後で ね急にこんなブラックゾーンみたいにハマってしまいましてね。もういやほんまにね、我慢してくださいね。ダウンタウンと言いましてね、はい、あの今年こそ頑張らなあかんないと、ね、そうそうそう、あの言うてる新人なんですけど ね、まあ、ね今日はあのちょっとあの調べてみたいと思います、はい、あの僕らのことちょっとでもね、はい、あのダウンタウン見たことか聞いたことあるでという人 ね、 という人ね、あのパチパチっと拍手をね、はい、お願いしたい。ああそうですか、ほなお前らなんか見たことも聞いたこともないわいう人はあのケツ見してもらいます。いらんわそれは。お前何のメリットがあるんで、ケツ見せてもって汚いの。いや、早いせよお前。あの今年こそほんま頑張らなあかんないって言うてるんですけどね、はいはい、僕らあのほんまにもう3年ぐらいのもんなんです、はい、あのまあいろんな思い出のあるもんでございます、はい、さあそれでは次の笑い参りましょう。はい、ダウンタウン&ハイヒールです。はい、どうぞ。もうすいませんね、有名な方ポン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 した後で ね急にこんなブラックゾーンみたいな花々しいてね、うん、うわ漫才師のもいいなかっこええもんやな、そうそうそう、憧れてこの世界入ってきましてね、今えらい目をてるんですよ。もう今したんですよ、はっきり言ってね、もう、ね、もうやめたいなってね、もう若いもんすぐケツ割るでしょ、もうね、やめたいなってするんですけどね、なかなかやめさせてもらえない、なかなかやめれないというのはこの吉本、お前らなんか見たことも聞いたこともないわいう人はあのケツ見せてもらいます。いらんわそれは。お前何のメリットがあるんで、ケツ見せてもって汚いの。いや、早いせよお前、あの今年こそほんま頑張らなあかんないって言うてるんですけどね、はいはい、僕らあのほんまにもう3年ぐらいのもんなんです、はい、あの何年か前ありましたね、あの漫才ブームご存知でしょ、僕ら憧れまして ねすごかったでしょ、すごいハマってしまいましてね。もういやほんまにね、我慢してくださいね。あのダウンタウンと言いましてね、はい、あの今年こそ頑張らなあかんないって、ね、そうそうそう、あの言うてる新人なんですけど ね、まあ、ね今日はあのちょっとあの調べてみたいと思います、はい、あの僕らのことちょっとでもね、はい、あのダウンタウン見たことか聞いたことあるでという人 ね、 という人ね、あのパチパチっと拍手をね、はい、お願いしたい。ああそうですか、ほな工業、うん、一応あのお笑いということになってます。そうそうそう、裏回ったら怖いですからね。そうかね、やめれない。いやほんまにね、まあ、何してるか分かりませんよ。あの昔いたかったでしょ、うん、谷しげるさんとかね、あのバン大吾さん、あの新喜劇の方にね急に消えていきましたね。まあまあね、なんか暗黙のうちに、わけのわからんうちに消えていったでしょ。まあまあ、あの人ら一体どうなってんのかなって、うん、浜根です、はい、松本浩司もこのごろな、新聞なんか見るやろ。ああ、なんかコーナー、家庭内ボール、コーナーボールで、あ、よあるな、ほや、殴っとるやつ、あ、ある、あんなもんアホやんけ、お前。そうか、頭使わない。何が腹立つんやったら腹立つなりに、うん、わら人形作ってみんなで釘打たんかいや、お前。わら人形直接どうするたら問題になるやんけ、お前、うん、この間でも俺ほとんど喧嘩して、うん、あんまり腹立つか、ほとんどわら人形作って釘打ったったら、うん、お前ほとんどむちゃくちゃ苦しんどった。ほんまに、ほんまに、ちょ聞くんか。聞くけど俺も教えて、やり方教えて。俺もなんでや、俺もほとんど腹立っとって。よっしゃ教えたろ。そしたらな、ほとんど腹立つこと、恨み恨みとこねてな、うん、わらで作り方は何でもいい、うん、人形作るわけ、うん、でお前おとんのどこを苦しめたんや。花出すんだね。花や、花、毎晩ズルズル言わせて腹立つ。俺昨日も寝てへんねんね、開ける言うて。やられて当然、やられて当然やろ、当然やろ。そしたら今作ったわら人形、うん、罪でこう名前を書くわけ。罪で書くわけ、罪で書くねんな。いや花やな、花や、花やな、おとんが寝てる時におとんの花の上にわら人形置いて釘でガンガン打つ。まあ、頭やりたかった頭を置いて打ったらやつ。絶対おとんが寝てる時にせよ、おとん打っとったらおとん嫌がんで。なんやねん、これなんやねん、わら人形関係ある。お前直接おとんの花に釘打ったらそれでしまいちゃうんかい。うまい、うまいちゃうわ、なんお前。ごめんごめんちゃうわ。まあ確かにな、わら人形もそうや。さ、う、あ、ん、この時期暑なってきたらもう機械な現象とか言うらね。まあ、そういう話を聞くから。俺なんか黙っとったけど、一週間ぐらい前からずっと金縛り。ぐわー締められんねん、うん、もう油汗出てくるやん、うん、たまらんねん、もうなんかみんな辛いわ。だけど幽霊もな、一週間もしてきたら飽きてきよんねん。幽霊が、うん、もういろいろ縛り方変えてきよん。もう昨日の夜なんかろうそく垂らしやがんねん。帰る間際、明日ムチやでこうやで、お前。俺どないしたらね、たまらんやん。まあまあ嫌そうちゃうな。いや別に待っとんちゃうんか、夜を。待ってへん待ってへん、そんな。まあ確かお前の家はな、不気味なとこあんねん。この間でも俺お前の家泊まったわけ、寝とってん、胸ぐわー圧迫されんねん。これなんや思って、汗だら出てくるやろ。これは一体なんや思って、パッと目覚ました。お前あれやな、お前俺の上乗って、お前俺の乳首吸うとったな、お前な。あらもう俺不注意やねんか、そんなもん。あ、不注意で済むんか、お前。そうなんや、余裕やんか、お前。何がやねん、お前。もうええわ。どうも。最近漫才してないんですよ、はっきり言って、だからまああの期待度という意味も含めていただけたんだと私踏んどりますんで。じゃあ将来はどうしようと思いますか。いや、もうこの賞に応えるようにですね、上方演芸会を盛り上げていくために、はい、頑張りたいな。具体的には
いやもう適当にやった我が道を行くですか。そうですね、まあとにかく僕はね、こういう大阪で賞をもらうのは一つの夢ではあったわけですから、まあ、相方の浜田はもう大阪捨ててますけども、僕はその大阪でいつまでもね、やっていきたいというふうに思ってますんで。言うたもん勝ちです。二人にとって漫才とは、血であり肉であり、はたまた水であり、私にとってなくてはならないものですね。え、あんまりないですか。本当にそのなんていうか太陽。太陽。だからその照らしてくれないと僕たちは伸びないって言わせていただいたらいいんでしょうかね。いい表現でした。目指す芸人さん。いや、これは別にね、芸人が誰を目指すって言ってもこれは仕方ないんで、別にそれは。そういうことはないんじゃないですか。そうですね、目指す芸人さん。綺麗な俺もちょっとドキドキしてんねや。とね、目指す芸人さんはね、誰でしょうね。今から 2,3 年後ぐらいにね、決めれたらいいなと思うんですけどね。まあ今なんかそういう段階じゃないような気がしますね。まあ、とりあえずは、第24回、いや本当に新潟漫才大賞愛称いただきまして、ねえ、もうありがとうございます。どうもありがとうございます。本当にこれからね、ただ悲しいもんでね、大賞いただいた時に限ってね、もうその頃にはもうネタがないというこういう状態がありましてね。もうね、今からどうしようかなと思って、やり倒したという。まあまあね、頑張ってこれからも漫才は僕は本当はずっと続けたいんですが、浜田がどうも大阪でもやる気がないみたいなんで、ね、僕の方は力入れてるんですけどもですね、ちょっと客が引くぐらいにも大阪ではやる気ないというようなことをね、僕はよく言ってますんで。言うてます。やはり本当にあれですよね、最近新聞なんか見てもいろいろなことが賑わってますけどね、やっぱ怖いのがね、女の人なんか一人歩きとかしたらダメですよね。あ、そうかね、やっぱ怖いです、危険ですからね、連れて行かれたりなんかしてね。そうですよ、なんか夏場なんかね、なんか薄着になるから男もムラムラっとするか知りませんけど、すぐに襲いかかったりなんかして、えらい目合いますからね。この気ぃつけなあかんのが、ちっちゃい子供なんかはね、あんな子なんかね、大人やったらまだ抵抗できるけど、ちっちゃい子でしょ、捕まえてね、どっか連れて行きよるんです。やったーやったー言ってんの、ポーンと連れて行ってね、後で電話して行きよるんですわ。そうそう、その誘拐先の家に、もしもし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 、お前浜田さんのお宅ですか。逆なっとるじゃん。お前親やろ。俺親ちゃうかな。お前が親やろ。そうや。やってられんわ。お前な、もうやっぱり漫才やめや。ネタを忘れるな。お前やないか。何がやねん。行くぞ。汗びっちょり書いてネタを思い出しながらやっとんねや。俺はお前忘れとんねやな。もしもし、もしもし、こうやんか。そうそう、もしもし、電話してきよる。そうそう、誘拐された親に。もしもし、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 お前どこにな。小学校2年生の息子おるやろ。いますけど、うちには6年生がおんねん。いや待てよ、6年生がおるやれへん。誘拐が電話してきてんから最初に言うことあるやろ。え、最初に言うことあるやろ。要求をせんかいな。要求。あ、もしもし、はい、あんな、はい、お前とこの息子、はい、うちで預かってんねん。え、うちで預かってんねん。いや、な、驚くことあるやんがな。あんたが朝預けていって何を言うの。預けていったやな。あんたなんぼなんぼくれとか言わなあかんよ。ああ誘拐犯やから。あ、もしもし、はい、あんな、はい、身の代金出せ。身の代金ですか。身の代金や。はい、なあ、はい、500万。500万ですか。ちょっと高いか。いや俺も分からへんのかな。500万ですね。ちょっと無理。いや500万ですね。いや、まあ10回払いぐらいに。やかましい。身の代金ローン組んでどうするわ。一括払いやないか。なかったらなんとかするでしょ、子供のことやから、親戚回るとか、さらに行かれるとか、なるほど、何もなんも持ってこない、言い切らない。
もしもし、はい、関係あれへん、500万持ってこい。500万ですね。そうや、500万、はい、みんな、どこに持ってくるか分かれへんやろ、はい、はっきり、時間と場所を指定するから。分かりました。あのな、はい、3時に、はい、あの2丁目に電話ボックスあるの知ってるか。知ってます。あそこに持ってこい。分かりました。500万円。500万ですね。みんな、周囲の名誉の気になるから、はい、こっちの言う通り持ってこい。はい、ええか、はい、よく聞けよ。緑のカバンに500万入れて、白の紙で黄色のカバン言って書いて、赤のカバン言いながら置いてくれたら、俺黒のカバン言いながら取りに。分かるかいな。書けよ、なんかメモによ。、うん、そんな早口メモってられへんやろ。青のカバンでよろしいやろ。ん、青のカバンで持ってこいでいいやろ。青のカバンで持ってこい。分かったか。青のカバンです。そうや、はい、分かってるやろな。分かってます。お前こんなこと警察に届けたら、お前とこの息子どうなるか分かってるか。どうなるんですか。お前とこの息子のデコに鼻くそつけてあるからな。腹立つやろ。今でも取ったらしまいですから。分かりました。ああ分かりました。持っていきます。500万ですね。すごいよ、はい、あったな、はい、あちょっと待って、はごめん、ちょっと待って。何、あそう、はい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 、あもしもし、もしもし、聞いて驚くね、はい、男のお母ちゃんがな、はい、長電話すんなってうるさいから。やかましいな。まあこれが誘拐のネタです。ダウンタウンさんの応援なんです、はい、ね、どういうご関係でしょうか。はい、あの彼です。うせうせうせ、ほんまになってほしいわ。なって嫌がる嫌がる、かわいそうに、はい、ほんまに、ね、去年うちが大賞いただいたんでね、はい、それでお祝いに駆けつけたんですけども、今年ねお客さん見ましてね、めっちゃ若いでしょ。高校生中学生ばっかり、ずん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 大きなっていってはんねんけども、うん、ちょっとね体のこと心配ですね。これ、ね、東京も行ってはるし、骨またかの賞いただきはったらまた忙しなるやろ、ね、体だけいとおって、ほんまに私嫁にもうて、もらわへんちゃうな。あんた何でもありやな、それ何楽屋の中まで言わいでもね、外だけにしとき、外だけに恥ずかしいわ、ほんまに。これが一番大事。これからもほんま長いことね、はい、もうトップで。